こんにちは、速稼塾の久保です。やっぱり人ってのはね、人にレッテルを貼りたくなるものではないかなと思います。まあ、少なくともその人を名前で示す以外の肩書きってのを欲するんですよね。例えばどんなことをしてるのっていうふうな質問っていうのは、どんな仕事をしてるのっていうのと同義だというふうに日本では捉えられています。で、実際に自分のことを紹介するときにこんな仕事してますっていうふうに言いますよね。あれなんで仕事のことを言うんでしょうね。いや、仕事イコール自分のミッションだったら全然構わないんですけども、その仕事にね、何かをかけてるわけじゃなくて、なんか金があったらやめてやるやみたいなことを言ってる風な、そういうねレベルの付き合い方だったら、肩書きを仕事のことを出すのはちょっと妙だなって気がするんですよ。もちろんね、今の仕事すごく気に入ってて、その仕事イコール自分自身っていうところまで来てたらいいと思うんですけどもね。でも仕事を単なる金を稼ぐ手段と考えていて、もうね、宝くじでも当たったら辞表を叩きつけてやるみたいなものっていうのは、果たして自分自身を示すべきものになるのかなと思ったんですよ。ということでね、私はまあ速稼塾の久保という形で自己紹介ずっとやってますけども、私は久保哲郎イコール速稼塾なわけなんですよね。私は速稼塾のノウハウを生かさずに時間を過ごすことはもはや1秒もないですね。私が生きてることイコール速稼塾の運営をしてるってことなんで、それこそ隠居してでも速稼塾は機能してるわけなんですよね。そのぐらい私はね、速稼塾っていうのを自分で作り出した、いわゆる子供みたいなもんなんですけども、同時に私を育ってくれている親のような存在だと思ってるんですよ。まあ、ですんで、速稼塾と久保哲郎、どっちが上位に来るかっていうと、これはないですね。一心同体ですから。ついでに言うと隠居っていう肩書きも一心同体なんですよ。どちらも得体が知れないですよね。だってほとんどの人は自分の仕事を肩書きにするのに、私の場合は隠居久保です、速稼塾久保です、誰やお前みたいな感じじゃないですか。で、実際隠居してるとかね、隠居5年目速稼塾の久保ですみたいな。で、速稼塾と名前がついてるんですけども、稼ぐことはもう終わってしまって、今は、投資をやっているってことですよね。まあ、今ね、暗号通貨の価格またね落ち着いてきたんでよかったなと思いますけども、けどね、お金をどう稼ぐか、そしてお金をどう使うか、この辺はもっともっと本気で考えないといけないでしょうね。じゃなければ ATM に並んだり、ニコニコニコ現金払いして一番割り合わないような支払い方とか受け取り方をするようになると思うんですよ。で、どっかのね、クレジット会社の金利をせっせっせっせと払ってるみたいなことになっちゃいますし、私たちがなんで、ね、自由じゃないかっていうと、やっぱり支払いをマスターしてないからでしょうね。金利にしてもよく分かってないし、稼いだ後のお金の入金の受け取り方ももっともっとね、気を使わなければならないのかなと思いますよね。さあ、それでね、今回はね、特にこのテーマがやりたいってことはないんですけども、まあ自由な時間を過ごす上で大事なのが、自由な時間にやるべきことを残しておくことと、そのやるべきことの中の一つってのは、何もしないってことをするってことですかね。何かをやってないと落ち着かない人っていると思いますけども、私はやることがない方がいいなと思ってるんですよね、いつも。そうすると好きな漫画を読めたりね、映画を何回も繰り返し見たりとか、自分を楽しませるために必要なツールは世の中にいっぱい落ちてるんですよ。と同時に自分を苛むもの、これもいっぱいあります。だからどっちを手に取るのかっていう話になってきますよね。で、私の場合は自分のことを励ましたりとかね、勇気づけたりとか、なんか元気にしてくれるようなものを見たり聞いたり触ったりするかなと、そこにお金をかけても惜しくないなと思うわけなんですよ。でも自分を苦しめるものとか悩ませるものとはやっぱり距離を取ることができますんでね、そういうのからは離れていようかなと思いますし、そういうのがもしね、離れてくれないようになったら、まあ知恵で交わすか、腕力で交わすか、金で交わすかもしないといけないかなというところですね。まあずっとね、今こうやって10年ぐらいですか、まあ8年か、速稼塾やってきて隠居して5年ぐらい経ってみると、あれほど忙しかった日々ってのは一体何だったのかなと思っちゃいますよね。しかもその忙しさってのは必要なことではなくて不要なことに忙しかったような気がします。私が望んでないようなことが次から次へと襲いかかってきて、まあ紐をほどくようにそれを一つ一つね対処してきて、で、一つの処理が終わっても残るものはなくって、何かを手にすることもなくってね。で、2017年全部がなくなって隠居しましたけども、今たくさんのものに囲まれて、あ、よかったなと思いますね。物があるってなんか物欲みたいな感じですけども、私大いに物欲をね持っていいと思いますし、持った以上は叶えた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。やっぱね、かっこいい車には乗りたいし、素敵な家を何軒も持ちたいし、
美味しいものをね食べるような日々でありたいなと思うんですよ。人によってはそれは贅沢と映るかもしれませんけども、あの思ったことを叶えるのが人生の、まあ、残された唯一のなんか目的じゃないですかね。思ったことを叶えない人生ってどうですかね。結構きついと思うんで、こうしようかなと思ったらそれができるとか、ああしようかなと思ったらそれができるとか、そういうようなことを繰り返して年齢を重ねていくっていうのは、なかなかおつなものかなと思いますよね。今私ちょっと、ね、やることなくってアイスクリーム食べてたら吉田さんからのね動画が送られてきたんですけども、まあ、こういった緩い暮らしですよ吉田さん。あの特にビジネスをするでもなくてね、さっきはココストアに行ってきてちょっと昼食を食べてね、大和くんと、まああのココストアも同じ日に同じ時間ぐらいに同じメンツで行くんで、だいぶ覚えてくれたみたいで嬉しいですよね。そうやって地域の人とつながりができるのが、そのつながりって言っても食事をするという私の方と食事を提供するという店側の店員さんとの、ただこれだけの関係ですけどね、あまり深くがっつり絡んで行く必要もないし、適度な距離を一人一人取ればいいのかなと思いますよね。じゃあどうしようかな。ちょっとカンフロ稽古行ってきます。カンフロ稽古ね行ってきます。